皆さんこんにちは。富山県連句協会の森川です。今日は連句協会が毎月催している例会を見ていただきながら、連句ってどんなものかなということを知っていただきたいと思います。連句という言葉は知っているけれども、実際にどんなことをするのか、あるいは連句という言葉自体初めて聞くぞという方もいらっしゃると思います。ぜひ、今日はこの動画で、実際の連句の様子を見ていただいて、機会があれば参加していただきたいというふうに思っています。最初に連句の基礎基本一つだけお話しします。連句というのは、最初に立て句五七五、俳句のようなものですね。それをある方が読んだら、次の方はそれにつくような、それにふさわしい七七を読むと。で、次の方がまた五七五を読み、さらに七七をつけると。こんなふうに五七五と七七を順番につけていくという文芸です。まあ言葉で言っているよりも、実際の様子を見ていただいた方が分かりやすいと思いますので、早速準備ができたようですから、連句協会の例会の様子を見ていただきましょう。じゃあ、今日の裁きの大村先生、よろしくお願いいたします。では今日はこのメンバーで歯向かせんを巻きたいと思います。で、一応裁きとしてホックを作ってまいりましたので、このホックから始めます。申しますので、各自のメモにお書かせください。木星や金木星、金木星の木星や一輪刺せば鈴も鳴る。で、これは中秋にあたりますので、次脇は同じく、秋を作ってください。で、北で使った文字は、半華線を作る間使わないという決まりがあります。はい、よろしくお願いします。はい、このように裁きの方が、皆さんに次のツケはこんなふうにしたらいいですよという、助言をしてくださいます。ですから初めての方もその助言を聞きながら、あ、じゃあこんな感じでつければいいのかなというふうに、分かっていただけるんじゃないかなというふうに思います。今裁きと申し上げましたが、漢字はこれです。裁き、もうそのグループ一緒に連句をするグループの責任者の方で、しかも付け句が出てきたらどの句が一番いいかもう決めるという重要な役割を担っておられます。さあ、ではどんな付け句が出るか見てみましょう。お願いいたします。では脇の句出しください。大西紀夫さんより、虫かご窓より入る満月。伊勢よし子さんより、はざふかし後の月見る山の宿。吉田久夫さんより、月の出を待つ今のお越しかけ。短句ですので七七となります。で、下七については、字数の、リズムがありますので、皆さん入る満月、見る山の宿、これは二語になるので、次今の腰掛け、はい、これはいいと思います。で、ちょうど木星が差してある今で腰掛けて月の出を待つということで、脇には
月の出を待つ今の腰掛けをいただきたいと思います。これは3週になります。秋で月が出てくると3週あるあと十五夜とかになると中秋になりますけれども、これは3週です。では月の出を待つ今の腰掛けで、これで同じ木星を見ている部屋で月を待つという一つの同じところで同じ時間であるということで、で対面止めというのが脇ですので、これもきちっと決まりましたので、これでいただきます。そして次第3になります。第3は同じく脇です。で、うちの中で北と脇ができましたので、外へ出ていただければバランスが取れると思います。はい、では無事脇区が決まりました。裁きの方がこの区にしますよと決めることを自定と言います。裁きの方がこの区にしますと今脇区を決められました。秋の区ですので月を早めに出すということで、この脇に月を待つという様子が区に表現されました。今日は先ほど申し上げたように半河川というものをするんですが、多くはですね河川といって河川、36河川書の上手な人の、36人36河川というんですが、その数を取ってきて河川という形で巻くこともありますが、今日はその半分、36の半分ですから18区、これをつけていこうというわけです。さあ、それでは、3区目は第3と言いますが、これはどのようになったでしょうか。はい、じゃあお願いいたします。3句目は今伊勢よしこさんから出てまいりました。美術展親子のピアノにぎわいて、3句目は手止めとか二度目とか決まりがありますので、これにはちゃんと合っております。そして外にも出ました。で、美術展という秋の規模ですのでこれはいいんですが、文化展でも大丈夫なんです。だ文化展ですといろんな催しをするので、ここは文化展に直していただきたいと思います。では文化展親子のピアノにぎわいとして書いてください。文化祭でしたか。すいません、はい、文化展じゃない、文化祭ですね。いろんな思い出がありますので、はい、ありがとうございます。文化祭ということで上号、それでこれは晩秋になります。11月ですもんね、普通ね、10月の末から始めますけれども、季語では晩秋になっております。これで秋3句出ました。で、この半河川の題を決めたいと思います。題は北区に、北区の中の文字を入れますので、この場合は木星屋を入れたいと思います。木星屋の町です。はい。で、次、3区出ました次は、象と言いまして、季節に関わらないものを、タンクですね、今度はね。タンクで読みます。ここでは動物を犬とか猫とかを入れると落ち着くかなというところです。それはでも何でもいいんですよ、象の句ですから。ただ入れやすい、作りやすいかなと思います。はい、
で、一巡するにはあと歌子久夫よし子さんと、これでのりおさんに組まれましたので、留守居の犬は小屋に寝たまま、犬が出ました。そして犬はその親子で文化祭に出るのに、犬はお家でお留守番というそういう流れになると思います。で、留守居の犬は小屋に寝たままと入れたいと思いますが、何か触るとこありませんか？月の出を待つ今の腰掛けの糸というですね、はい、留守居の糸触りますので、どうしましょうか？留守番、はい、留守番がいいでしょうか、はいはい、留守番の犬、ここで神奈良ですので、留守番の犬、犬でやめてあの字を取ります。留守番の犬、小屋に寝たままということで決めたいと思います。これは象の句で犬が出ましたね、はい。4句目もつきました、こちらに書いておきましたが、連句は座の文学というふうによく言われます、今見ていただいたように、付け句が出たときに、これがいいなということになりますが、でも他の句を見たり、バランスを考えたりすると、もっとこっちの言葉遣いの方がいいんじゃないかなと、みんなでグループのみんなで考えるというのも座の文学という意味の一つだろうと思います。集まった人たちが共通の場面や人物を考えて、そして一番良い付け句を考えていく、そういう文学です。ですから、それぞれの人が考えるは考えるんですけれども、これでいいかな、ドキドキしながら出すんですが、全然心配いりません。裁きの方はもちろん、他の方からもどんどん意見が出て、自分の苦なんだけども、どんどんそういう、アドバイスで良くなっていくということがあります。さあ、ではこれで、宿命もつきましたので、次は5句目になっていきます。はい、じゃあどうぞ。秋三句の後、道が1句入りましたが、半歌線という短い、流れですから、次も季節を入れて夏か冬、どちらでもいいです。それと前の句に留守居の留守番の犬がいて、それが寝ているということで、ちょっと展開を考えていただければと思います。夏でも冬でもよろしいです。はい、はい、これで一回りしましたので、どなたでもいいです。はい、はい、よしこさんはいいですか？はい、では2つ出ましたので、通勤は席エチケット守る日々、これは大西のりおさんです。はい、もう一つ、目覚めれば民宿のとこ冬の朝、はい、吉田久夫さんです。で、どちらがいいかなと考えるんですけれども、席が冬ですね、両方とも冬の句が出ました。はっきり冬の朝と出ておりますので、ただ目覚めればというのは寝たままについて、あ、今度は誰が目覚めたのかなという次の展開です。で、民宿の宿でした。でもこの民宿というのは旅になると思うので、表ロックには病人とか旅とか夢とかそういうものは出せないんです。手紙の序の入り口の挨拶のようなところがありますので、この民宿をなんとか直りませんでしょうか？どこか
人で起きたとこ、はい、単身赴任ってどうでしょうか。そうですね、目覚めれば単身赴任、冬の朝民宿のとこを単身赴任、目覚めればもうとこということがわかるので、目覚めれば単身赴任冬の朝、では民宿の旅とこを単身赴任に直します。サラリーマンの生活が見えてきます。で、冬の朝で三頭です。この春夏秋冬というは簡単な季語なんですけれども、半夏戦の場合はせめて一句で終わるか、どうしても欲しければ春を使うとか、もう一つぐらい の、 春夏四つありますけれども、二つまでは許されると思います。はい、では、目覚めれば単身赴任冬の朝の次、同じく冬でお願いいたします。単身赴任の人はどう行動するかですね。はい、では5句目も無事に着きました。今さばきの方が展開を考えてという言葉を使われました。連句は最初に申し上げたように五七五、次の方が七七、次の方がそれにふさわしいような、また五七五をつけていくんですけれども、つけと転じということをよく言います。ちょっと難しいんですけれども、つけというのは、まあ、前の句にふさわしい句をつけるということなんですが、展開していくためにはちょっと前の句と場面やそれから人物やそういうものを転じる、展開する、少し移していくということが必要になってきます。そのことを、おっしゃいました。それから、表ロックにはこういうものはあんまり出しませんよと、出さない方がいいですよということもさばきの方がおっしゃいました。ちょっとした実はな決まりがあるんですね。こんなふうな約束事です。で、これはそんなこと言われてもよく分かんないな、そんなどこで勉強したらいいんかなと思われると思いますけども、今のようにさばきの方がみんな、まあ、教えてくださいますので、あ、そうなのかと、よし、じゃあ次回からは、これは、やめとこうというようなことで、何回か、座を一緒にすると、そのことも自然と身についていきます。ちっとも心配することはありません。さあ、では、表の最後になるんですが、6句目、こちらに表裏と赤く書いておきました。表ロック、裏に、12句で合計18句で、表で一つのグループ、そして表にはあんまり出さない方がいいですよという言葉は、裏に入ったらもうどんどん出すと、ね、そういう展開です。はい、じゃあ、6句目はどうなったでしょうか。はい、大西紀夫さんより、襟巻きをして芝居見物。襟巻きは冬の季語ですね。はい、この単身赴任の方がどういう行動をしたか。まあ、襟巻きをして芝居見物に行ったと。それからもう一つ、西武志子さん、うん、名代のお店でそばをいただく。はあ、今のところ食べ物が出てませんね。そういう意味では、ここでそばを使って、句として、ちょうど年末年越しのそばにすると名代の店でいただくというのはなんとなく目に見えますね。まあ、襟巻きをして芝居見物も目に見えます。ところがでも食べ物欲しいなというのは私のさばきの考えで、よしこさんの名代の店で年
越しのそばということ。年越しということで季節をはっきりさせたいと思います。まあちょっとお金を奮発して画材の店へ行くと。で、これが表の揚げ句ということですけれども、一応触りがないか最初から読んでみたいと思います。木星や一輪刺せば鈴も鳴る。月の出を待つ今の腰掛け。文化祭親子のピアノにぎわいて。留守番の犬小屋、犬、ここで切らなくて留守番の犬小屋に寝た。目覚めれば単身赴任冬の朝。で、ここで目という字がありますが、脇の肉目に腰掛けの腰というのがあります。それで、体の目とか鼻とか口とか腰、肩、すべて体の部位が近くにあると、まあ、この辺り3区離れてるからいいかなと思うんですが、表の奥ですから、目覚めれば寝たままの後ですので、このままで腰掛けをなんとか直したいですね。何か案があれば言ってください。久尾さんのですが、いかがでしょうか。はい、では今でみんなで団らんをしているという場を想定して食卓ってどうでしょうか。あ、そうですね、はい、はい、講師はこれで解決しますので、食卓、食べる卓、はい、別にどことも使わないと思います。これで表の服を終わるということになりますので、あとは裏に入りますので、ここからは好きなことを、まあ、決まりに準じて、まあ、恋も読めますし、花も読めますし、どんどん皆さんの腕を発揮していただければと思います。はい、表の服終わります。はい、では表ロックが無事ついたようです。今さばきの方が、表ロック表を終わりについて全体を見回したときに、こちらの目覚めればの目とそれから腰掛けの腰、これがどうも同じ体の名前なので、どっちか変えた方がいいんじゃないかな。もう脇はね、やっぱり重要なところ、最初の出足のところですから、なんですけれども、ここをじゃあどうしようかということ、じゃあここはどうしようか、それぞれ考えた時に、こちらの月の出を待つ今の腰掛けの方を、この腰掛けのところを、今の何でしたっけ、食卓、食卓ね、はい、食卓と、ね、皆さんが、みんなが、家族が全員集まって、月の出を待っているような、そういう様子にしたらどうかと、ね、いうことに、なりました。こんなふうに一度できたところも、後からみんなで見直して、先ほど申し上げた座の文学ですね、みんなで、ね、それから見ていただいても分かると思うんですが、いろんなものが題材として出てきました。連句は天地人の神羅万象を読み込むと。ですから、最後にじゃあこの後裏に行きますから、恋でも、それから病気の事柄でも、ね、極端な時にはどなたかが亡くなるという死、ね、そういうものも読み込むということにしています。自由な発想でマイクにふさわしい、でもちょっと、内容が変わっている、転じている、そういうものをつけていきます、ね、これで表レックを終わりましたが、いや連句って、ね、聞いてたけど、こんな風にするんだということは
ちょっと分かっていただけたかなと思います。最後ですけども、連句というと、なんか聞いたことあるようなないような初めてだという方もいらっしゃいますが、私たちが普段使っている言葉の中に、連句から生まれた言葉もいくつもあります。例えば、ここに一つだけ書いておきました。あげくの果て。なんかあんまりいい感じの言葉じゃないんですが、連句の一番最初は発句です。そしてずっと続けていった最後が挙句です。一番最後と、一番最後という意味なんですね。最後にはこんなことになりましたと、挙句の果てというような言葉。これはもう日常の言葉って、使うことがありますよね。連句というのは、江戸時代からずっと続いていて、そして私たちの生活や言葉の中にも、生きているというものです、こうやって今日の講座で興味を持っていただきましたら、ぜひこの富山間連句協会の、例会に参加していただきたいと、思っています。はい、では今日はこれで終わります。ありがとうございました。